おはようございます、今日はですね、サッカーがオフということで、ソサイチリーグの方に行っていきたいと思います。最高の準備がね、できてるんで、今日もしっかりやっていきたいと思います。今日は絶対結果残すと、シャーッていこう。じゃあ恒例のね、天気チェックしていきましょうかね。あー、これは晴れてんのか、どうなんだ、どうなんだいカラス、どうなんだい、晴れてるよ、晴れてるかい、よっしゃやっていこう。うわ、もう時間ないんで魔法使います、着替えます。今日はどうしようかな、クリスタルロナの完璧やだ。あ、いや、ちょっと軽くね、プロテインとオイコス、またね、試合前にちょっと補食ね買ってまた紹介したいなと思います。はい、車乗り込みました。リーグ戦第3節っていうことで、今僕たちは順位は2位です。で、1位との勝ち点差も、3離れてて、でなおかつ得失点がね、なかなかえぐいらしくて、僕らは今日少なくとも11点必要なんで、しっかり11点以上はチームとして取りたいです。今日の目標は、やっぱシュート、ロングシュート、やっぱ自分の持ち味はロングシュートだと思ってるんで、しっかりの持ち味を出しつつ、点をしっかり取りたいなと思います。目標は3点です。今日はではですね、会場の方に向かっていきたいと思います。はい、コンビニ行ってきました。まずですね、コーヒー、これめっちゃうまいです、マジで。キリマンジャロのコーヒー、このセブンの新しいやつですね。青の美はい、続きましてね、ずっと米おにぎり2つ買いました。やっぱセブンね、やばいっすね。はい、じゃあね、向かっていきたいと思います。行きましょう。
ました。試合の方はですね、18対2で勝つことができました。で、個人的にはですね、今日、まあ、1ゴール2アシストと、まあ、少しだけチームには貢献できたのかなと思います。もう、まあ、今日のね、自分の課題は本当にもっとシュートを打つのと、あと決定力っていうのをもっと上げなきゃいけないなと思いました。逆に良かったところは、まあ、前半の最初のところとかは球際結構がっつりいけて、まあ、中盤では相手に何も仕事をさせなかったっていうのは、まあ、プラスではありますから、まあ、もっとね圧倒しなきゃいけないと思うんで、もちろん相手をリスペクトするっていうのはもちろんなんですが、ただ自分はもっと上を目指してるんで、もっと気を引き締めて頑張りたいと思います。でこの後ね、エニタイムに行って、今日はですね、上半身と下半身両方ちょっと鍛えたいと思います。ではね、ジムの方に向かっていきたいと思います。行こう、切り替えていこう。はい、ちょっとジム終わって、それからちょっとですね、知り合いとちょっとご飯に行ってきます。ではですね、ちょっと飯行ってきます。では皆さん、また家で会いましょう。とっとばし。はい、家に帰ってきました。髪がトゥルンってなってる。今日はね、ソサイチリーグの模様をお届けしました。さっきも言ったんですけど、まだまだ自分もそうですが、チームも課題がたくさんあるんでね、しっかり改善してね、全国へ行けるように頑張っていきたいと思います。自分自身はですね、来週サッカーの練習試合がありますんで、アピールして頑張っていきたいと思います。ではですね、今日も動画のご視聴ありがとうございます。この動画が面白かったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメントの方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、次の動画でまた会いましょう。さよなら。